が 3.5、 ワイドスコア 2.97。 ユーマ奥だよ奥、一番奥、一番2回戦ラウンド2、頑張ります。自分は負けちゃったんですけどバーダックの唯一の何点差で負けたんですか。生き残り何点だったかな、1点未満。惜しかったっすね、惜しかったっすね。ちょっと応援してたんですけどね全然指示聞いてくれなかったですね。ゆうまさん、コーチングお願いします。コーチング脳内がこれから来るんで、これから登場するんで。しかも1回もここで出さない、エリアフラッグだけ、はい、ちょっとこっちになったからこれ超えちゃうとあのカウントされないから、なるべくこっち目の多分。あ、左に行かなきゃいいんだよ、左に行かなきゃいい。でもいいじゃん、ここから大きくサーフィンする。でもまあ、板はコントロールしてね。最後、いいよ、全然いいよ全然いい波来てるよ、ね、ね、やってくれるっしょ、エースの。ありますよ、うん、ちょっと頑張ります。何色っすか。黄色、イエロージャージでタレントリーダーなんで勝ってきてください。頑張って頑張ります。お願いします。みんなで応援するんで。はいっす。スタダカンラウンド2お願いしますよ。勝つやれてください。こいつに今日ファイナル連れてくんで。おぉ、次行きます。頼むよ。よし。まあでもあそこに来るの分かるし。そうだね、来てるね。うん、あの、うん、でなるべく左4人固まったら絶対ここにいる。ここか、ここ、うん、そこにいるようにして中だけには入らないように。頑張って頑張って。現在第2のホワイトの4.9パーク。近いわ。第2がブルー。この後やりこっち。始まりました。ダイさん、一ケツ貸してもらっていいですか。何色だっけ、黄色だっけ。色。ダイさん、あの、一ケツを本件にお願いします。 A ポイントに持ってきていただけたら。そう、あ、ちゃんといるわ。あ、めっちゃいいの来たぞ、このテレビ。これめっちゃいいの来た。続いてもヒットスタートしました。これでもどうなの、何度の走ってるの。これもう5ぐらい出ちゃったんじゃない。出るよね。やばい、青に決められた。お、行った。来た。なんで、ポイントバッグになった。7.4.0。ホワイト1本目 2.03。 めっちゃいい波じゃん、これ。0、1本目ポイントバッグ。よしよしよし。国大用意0、1本目ホワイト。よかったよかった。これ右行った方がいいよ、ここだ。ダメ
だ全然見ない。もうあそこで奇跡の波待つしかないな、これ。あー来ないかな。来なかった。終わりました。バーダック。全滅。あ、ゆうこさんがいるか。ダメじゃん。ここでゆうまさんと岡澤くんの敗退が決まりました。なので、今日はもう終わりです。ケースですね。帰りたい。で、飛び切りとかしとかなくていい。したいぐらい。まあしょうがないです、試合なんで。まあこれを機にいろいろ頑張ってほしいですね。次の大会に向けて何に出るか分かんないですけど。楽しかったです。ヒュー、いい波乗れなかったね。なかった。お疲れ様でした。左で貼っとけばよかった。うん、選択ミスったね、どっちかの。右に来るかなと思って。右来てたよね。右も来てたけど、今回は左に。左だった、来てた。いい波。あのブルーが結構ね、うん、いい。全部レフト。いい波、ね、全部乗った。いい波全部乗った。まあしょうがないです。お疲れ様でした。全員ランニングです。全員ランニングです。帰ったらランニングです全員、はい、とりあえず僕手伝いが一旦終わって、これからポイントを移動してまたお手伝いになります。了解です。今日の大会はジャスティスカップで、で、あの旧漢方ってところでやってて、今もう多分ほぼ半分ぐらい終わったんですけど、ポイントがまずね ABCD って4ポイントあってめちゃくちゃ広いんですけど、多分それぐらいじゃないと消化しきれないぐらいの人数が今回出てるんで、すごいよね。やばいよ出てる人数。車の数がすごい。だから盛り上がってます。じゃあ俺さ、こっちのメインの方にさ全然来てなかったからさ、こっちの状況が全く分かんないのよ今。残り時間5分、残り時間5分。さあ現在第1位のホワイト、まあ、後々また時間ができたら説明していこうかなと思います。これちょっと手伝いがある、ね、現在第1位のホワイト。ちょっとすいません、手伝いが忙しすぎて大会の様子を伝えようと思ってたんですけど全然伝えられてなかったんで、今急遽回して、はい、軽く紹介していこうかなと思います。リオくんです。リオスペシャルとキッズも、キッズファイナル行った？2つのクラスで今ファイナル。リオくんです。どうもこんな感じで飲食ブースが今食べました。ガラずらっと並んでて、俺もまだ行けてないんですけど、まず多分アイスキャンディー、カレーとかガパオライス、カ
カレーライスとかで、向こうがバナナスムージーとか、あとは焼き豚丼とか、チーズサンド、チーズもめっちゃ美味しかった。お腹いっぱいじゃなければ全部食べたいね。うん、網羅したい。紹介したいな。そうだね、紹介したいんだけどお腹いっぱいなんで、次じゃあこっち行こうか。ここがメインブースになってて、ここで全部、こんにちは。ここで絶景チェックインをして、優勝したらチーム優勝、僕らには程遠い話ですよ。君らが頑張ってくんないから。これは何ですか？これは俺のことわかんない。CBD。 お疲れ様です。ジャスティス CBD のリラックスする的なやつかな、そんな感じです。でここは B さんを B さんを B さんつけるで、これ多分うちのお店にも置いてあるやつですよ。これこのベースとこの紐を選べる B さん、こういうブースも出てます。でここが僕らも置いてる FCS とブースで、ピンクがずらっと出てくるんで、俺が愛用してる。多分これあれじゃないですか、来年のはないか。うん、これ俺のおすすめところと、俺が使ってるのはこれだね、 AM ミディアムですけど使ってて、パッチもこんな感じで、来年は来年のなんかイメージカラーはこういう色らしいです。アイスブルーみたいな、かっこよくない？これとかめっちゃかっこよくない？多分来年の5月ぐらいにはうちのお店にはあるかなって感じなんで、チェックしてください。今日出てるのはこんな感じで、もうずらっとあのいろんなサーフショップのショップがあって、サーフショップがバーッとあげちゃって最高に盛り上がってる大会になってます。人もすごいもんね。人すごい、何人出てんだろうね、結局150人ぐらい、超盛り上がっててめっちゃ楽しいよね、ファミリーカップ、うん、ユーマも初めて出てどうだった？面白かったね。来年も、来年も出るでしょ。出るでしょ。出るでしょ。来年は1回戦突破したいね。まあサーフィン入賞でしょ。え？入賞。入賞。あ、そうだね。相当練習しないと。そんな感じなんで。まあファミリーカップの様子は分かったかな、これでだいぶ伝わったかな。まあもうちょっと君たちが勝ってくれればさ、動画にもなったんだけど全然ダメだったから、やる気あんのかなっていう。すごいね。ということで、はい、板をジャスティスの板を使っていれば、そうジャスティスの板さえ持っていれば誰でも出れる大会になってます。なんでバーダックでボード作ってもらって、来年皆さん、俺も総合優勝目指したいんで、バーダックで皆さんバーダックにお越しください。こんな感じで、とりあえずこの後エキシビジョンがあるんで、多分僕もサーフィンすると思うんで。あ、そうなの。ゆうまさん撮ってくださいね。やらせて。はい、その他プロライダーも多分出るから、もういいセッションになると思うから、それ撮ってもらって最後表彰式やって、あとなんか今年はパドルレースもあるみたいなんで、面白い映画撮れると思うんで。それは誰が出る？なんか応募した人が出るのかな。まあそんな感じなんで、はい、よろしくお願いします。あのまた後ほど手伝い戻ります。僕本部テントの前で写真撮ります。
まい髪型してるなんでさ、え、着替えちゃってどこ行くんですか。これからパズルレッスン出ます。もちろん1位でね。恥ずかしい、これでもう息ぜいぜいになっちゃってね。じゃあこれからパズルレッスン行ってくるぜ。ドリームチーム、ドリームマッチ、レアキティ。これからトキがパドルレースに参加するということで、もちろん1位になってくるって言ってたんで期待してます。あれ、ゼッケンない？意気込みは、トキさん。スモーさん、エイト。あれ、カメラマン交代？カメラマン変わったんだけど。カメラマンどこ行ったんですか？カメラマンはあっちだね。あ、じゃあ今日から田村さんがカメラマンということで。はい、よろしくお願いします。これからパドルレース、プロサーファーチームでやっていくんで、応援しててください。なんかハンデあるみたいなんで、それでもやっぱ早いんだぞってところを見せようかなと思います。ぶっちぎりの1位でお願いします。かしこまりました。
やっちゃいますよ。あら、もう足がつろうが下馬が関係ないんで、うん、っていう気持ちじゃないとダメですか、なんかちょっと緊張してないですか、なんか緊張してるっすよね。トップバッター聞いてないんだ。いやいやいや、トップバッターが一番いいから。いやもうこれで十分ちっちゃいです。沈んじゃうっすよ。これ受け取ってここでジャンプしたの。さあ、我らがバーダック店長、社長、行きました。どんなパドルを見せてくれるんですかね。このパドルレースはノーカットでバッチリです。届けたいんで、ユーマよりカメラマンだった。ぜひ皆さん応援してあげてください。最近ビールの飲みすぎでお腹が出てるらしいんで、体が重たそうですね。お、3位まで上がってる。やべ、見失った。じゃあ、お、1位に踊り立ってない。2位、現在2位です。めちゃめちゃきつそうな顔してます。あれ、出遅れてる。
めっちゃ待って、俺よりカメラマンいいんだけど、あれやばい、疲れてますね。どうでした？やべえ、やばい、しんど、体が重たそうでしたね。最近ビールの飲みすぎって聞いたんですけど。飲みすぎだね。あら、全然喋んないんですよ、さっきから。あららららら、一言も喋んなくて。頼んだ頼んだ尺頼んだ。なんだ、もう言えてないから。ゲラ吐きそう。結果どうだったんですか？5位ぐらい、プロチーム。そうですね。でもあのジャンプの方がぶっちぎり一番じゃない。そうだね。いやもう歩けない、もう歩けない、年が来てますね。まあでも楽しかったですね、めちゃめちゃ。ハドルレース後のエキシビションみたいのをやってます。もう彼歩けないですね、疲れ果てちゃって。
trust my mama. You're no match for my bad karma. お疲れです。あ、お疲れ様です。パドルレース頑張ってました。頑張ったっしょ。はい、ちぎれるかと思ったよ、マジで。さあ、それでは第17回ジャスティス3号チャンピオンシップ2023マスターグランプリ優勝、ゼッケンホワイト杉山康史選手ペーサー、トータルスコア 9.34 ポイント。そして第2位がミラノ安野選手のスマッチ、トータルスコア 6.84。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。無事終わりましたね。さあ、サーフィンじゃねえや、ジャスティスカップ。まあ彼もなんだっけ、何クラスと何クラスで、キッズクラスとスペシャルクラス、うん、で2位だ。素晴らしい。小学校4年生でこの成績はだいぶ素晴らしいと思います。これを見習ってバーダックのユーマと岡澤も来年ね、しっかり結果残せるように頑張っていきましょう。おめでとう、リオくん。おめでとう。ありがとうございます。なんか兄弟と声たくしてたのってなんか変てな感じで、一日楽しいジャスティスカップが終わりました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。